こんにちは。ちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月間三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私高家の後三橋貴昭です三橋 TV は三橋貴昭のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはいチャンネル登録はこちらからお願いいたします、はい 三茶杉大塾ですがいよいよ明日ですね、えー、第11回講義が茂、えー、木誠先生ゲスト講師のお招きして開催されます茂木先生の方面白かったです面白かった、はい、えっとジオヒストリア、うん、ジオヒストリアジオヒストリアはいなんか私すごい楽しんじゃいましたなんか天体の話とかも入ってて、うん、あの人すっごく知識幅広いです、はい、似てない似てます似てるですはい、はい、私自分に似てるなーっていう感じの持った方あのまあ 若手の方って、はい、私は若手じゃないんだけど、茂木さんともう一人篠原さんって方がいらっしゃいまして、<お>はい、その方も,もう間もなくご登場になられます。これは三橋ティ B の、ねはい、篠原さん。楽しみです。はいえー、高討論第46回、トイの入稿、歴史時事実第46回、イングランド大内戦、ピューリタン革命がリリースになりましたので、ぜひ皆さんこちらもご入会いただければと思います。<laughs> ちょっとね、やばいね。やばい。一応財務省は、 まあ多分ね、これね、あわよくばってことなんだろうけど、はい、防衛費の増額にこつけて、消費税の増税狙ってる。<え>消費税増税。なんでわかるかというと、鈴木財務大臣の口から、防衛費の増額は長期的なものだと。はい、そりゃそうだよね。うんはい、もともとそう言っとったから。<laughs> だからつなぎ国債ダメだって言ってたんだけど。はい、だから、安定的財源が必要だっていう発言が出たから。 そ,その安定的な財源というのが消費税ってことですか消費税は確かに安定財源ですねいつでも取れるしみたいなえっと何ていうんですかね税金って所得税とか法人税が典型ですけど、はい、景気悪くなったら減るんですよ税収は、はい、それでいいんだよ、うん、で景気よくなったら税収が増えるっていう形のこうビルドインスタビライザー埋め込まれた安定化装置の機能があるんだけど、はい、消費税はないの、はいはい、だってリーマンショックだってね消費税上ほぼ減らなかったですよちょびっとしか減らなかったっていう形で、はい、見事にこう安定財源なんですよね、うん でも、まあ、その安定財源を、まあ、例えば社会保障に使うっていうようなこうレトリックで増税され続けてきたんだけど、実際はそんなことしてなくて、あの消費税収入ったら国債と総裁で10つ消してるだけなんだけど、そのレトリックとしてね、強いんですよ。消費税を安定財源にってのは。だから安定財源が必要な。 と思われるような支出に対して消費税というレトリックで2011年は成功したの。税と社会保障の一体改革です。はい、社会保障を安定化させてそれでもうねそれ皆さんが安心して社会保障について安心して暮らせるようにするそのためには消費増税が必要なんですというレトリックだったんです。じゃあ次日本を守るたためににみたいなちなみにあの消費税税は増ししまままねあの野田政権期のの三党合意のまま 8%に上げて10%に上げましたけど、はい、社会保障安定したのか、これと、はい。年金は下げておりますし、はい、高齢者の医療費負担は引き上げておりますし、うん、そして私たちが払っている社会保険料も引き上げてって、はいで、ついに年金の時給は65歳になるんじゃないかと。はい、5年間伸ばしますよってことで、全然安定してねえじゃねえかよ、と、うん、いうことなので、そういう検証をしないよね。 でもそれは本当にこう何て言うんですか直接使ってるわけじゃないからそもそも使ってないから関係ない、はい、関係ない <laughs> 関係ないんだけど要は財務省としてはとにかく増税できればいいから、うん、もういろんなこと言ってくるわけですよだってねあいつらは東日本大震災ですら増税に利用したんですよ、うん、復興増税という形で、はい、すごいよね,ね発想がでなんで増税するんですかそれは担当している財務省の財務官なり財務官僚が出社するためです、うん たったそれだけのために、あの、2万人以上亡くなった震災すら利用されたと。うん、あと、まあ、来年10月に予定されているインボイスも、出資生のためなんです。うん、財務官僚の出資生のために、5、600万、あるいは700万人いるって言われているフリーランスの方々をですね、地獄に落とすと。はい。私ね、そのスキーム考えたときに、あの、インボイス制度をここまで頑張って入れようとしてるっていうのは、ちょっと疑ってる点があって、はい。 例えばですよ。高下さんは、まあ、うちの正社員だからもういいんだけど、うん、もしそのインボイスが導入されて、だいたい月収分吹き飛びましたと。はい、まあ納税者ゼロに得なくなったと。うん、それと多分廃業する人増えますよね。はい、確実に。うんうん、その人たちってどうすると思う<っ>多分安い単純労働者になるんですよ。なるほど。はい、で今日本はあの人口構造上必ず人手不足がこれから深刻化していくって、もう深刻化してるけど、はい、そういう状況でしょ。だからその技能実習生を入れるにしても、うん 女性が活躍する社会とか1億そう活躍の社会高齢者労働市場に来いみたいな形で賃金を下げて生産性が低いサービス業のね主にの労働者としていくっていう方向で第2次安倍政権発足以降日本の労働政策が動いてきたんですよ。それの一環じゃないだから今までだってもうこういつはなんだけどコンテンツとかそまあ音楽にせよアニメにせよね劇,劇団にせよまあ必需品ですかって言われたら必需品じゃないんだ確かに。 でもそういうものがちゃんと交流してみんな食えてるって社会がこれが先進国で私たちはそういうものをコストで換算する考え方を野蛮って呼ぶわけですよ、ねうん、でもあいつら野蛮だから,、はい、だから労働者はコストだとでも安い労働者いねえなとで多分技能実習生を入れるっていうのも難しくなっていくと思いますどうしてですかそれは賃金下がったからだよ魅力ないんだよ、はい、日本にはもう <laughs> 外国の人にとってもか分,か、はい、分かりますでしょはい そっち、他になんか安い金で働くような労働者いねえかな。労働者ちか、労働が欲しいんだよね。うん、労働通りいねえかなと。あ、フリーランスだ。いるわっていう。いるわ。狙われてた。はい。はい。で、あいつらをその市場で、その産業で食えなくしてしまえば、こっちに安い労働者として流れてくるんじゃないかなっていうのは、これは完全な私の想像なんだけども、うん、スキームとしては納得いっちゃうでしょ。はい、はい。でね、実際例がありまして、あの、コロナにが始まった時に、 特にその例えばライブ関係者とかが失職したんですよね例えばライブやるにしても別に歌い手さんとか楽器弾く人だけじゃなくて照明さんとか音響さんとかいろんな人スタッフがいるわけですよみんな失職したので彼らがどこに流れたかウーバーイーツでしょ知り合いやってたでしょもうクエーザーは動くことができないからだからウーバーイーツで自転車動くわけですよ。 つまり、ウーバーイズ側としては、ギグワーカーが増えたので、ラッキーと思った味ですよ。はい、はい。私ね、あの、ウーバーイズについて全面的に批判、批判、否定、批判しか否定できないのは、うん、あの時、飲食産業はお客さんが来れなくなったから、はい、もう青い木登益でしたよね。うんうん、その状況でいきなり、じゃあ、宅配しないじゃないかと。そのノウハウないし、人もいないじゃないかと。はい、簡単にできないじゃないですか。うん、そこをウーバーイズは助けたよね。確か,確かに、確かに。うん だからと言って正しいと思わない。つまり一番正しいのは別に飲食店に休業してもらうのは構わないから保証すればよかったんです、ねうん、で、それしないから、じゃあなんとかこう宅配でって言っても誰もノウハウ持ってないわけですよね。うん、まあもちろんそのな、あのピザ屋さんとかあるからいいんだけど、うん、普通のラーメン屋さんとか出、うん、前,前とか今やってなかったら、はい、いきなりできないよね、宅配のビジネス。うんうんうん、でもそれを Uber Eats がいい。確かに助けた。うん、助けたからひあの否定しないん否定しないんだけど、 でも、やっぱり、なんでしょう。規制がいるでしょってことです。はい、ちゃんと、その、プラットフォームに、その、顧客とか、生産者が、あるいは、自転車国人たちが、支配されないような形のモデルに、規制すべきでしょ、と。うんはい、私は言ってますけどね。うん、はい。あの、プラットフォームビジネス自体を全面否定すとる気はないんだけど、うん、無規制はダメだろ、みたいな。うん、<laughs> なぜかというと、みんな依存していくから、うん、プラットフォームに対して。はい。ということでですね、それを狙ってるんじゃないかなと、今回のインボース。わ <laughs> かりませんよ。 理屈的にはそうならなるいでも本当にそうだとしたらかなり残酷ですよねアニメのコンテンツこうア,ニメアニメーターの方々がですねその、まあ、安いサービス業の労働者として使い倒される方向に流れちゃうでしょう、ね、<ー>食えないってことになって、はい、はい、あるいはギグワーカーになっていくそれと日本のコンテンツ産業は衰退していくってことにならざるをえ、はい、ないからまあ反対してるんですけどね、はい、でも、まあ、それはともかくとしてですね安定財源です、はい、安定財源。 消費税確かに安定財源なんだけど、あの、でもね、本当の安定財源は違うよね、という話をこのエントリー、11月5日の国債発行こそが安定財源というエントリーで書きました。この時に私が問題視したのはこれですね。11月4日の閣議後会見で鈴木財務大臣が防衛費に関し、恒常的に必要となる経費、それはそうなんだけどね、安定財源の確保が重要って言ったわけですよ。 世界的な金融引き締めに対する景気下振れリスクに留意が必要と。つまり所得税とか法人税だと安定財源じゃないじゃないかと。はい。いう話なんですけどね。で、これ大元からは勘違いしてるんだよね。そもそも税金って財源じゃないんで財源だって言うんだったら、じゃあなぜ我々から徴税する前に支出がなされてんのということで。これあれですよ。企業とか別でしょ企業とか我々っていうのは、その手元に銀行預金がないと支出ができないですよ。はい。 だから財源はいるんです。はい、政府は単に政府短期証券とか国債をあのもあの出してそれで日銀当大金に借りてそれで支出しちゃってあと、はい、で,で税金徴収して国債とかとジュッとこう消してるっていうオペレーションになってるから、はい、あの税金はあの行政のオペレーション上財源になれない、うん、な,れない。ここみんな納得いかないみたいでさどうしてですかんだからどうも税金をこうかき集めてきて金貨のように積み上げて、うん、はい、支出しましってこのイメージから抜けられないからです。 でもなんかよく考えたらそのかき集める先のあれってどうしてるんだろうって思うんです、ね、ただの数字数字が増えてってあじゃあこんだけたまったから国債と総者十ですとそんだけだからキーボードですね、はい、指先一つですね指先一つでやってるだけなんですけどねじゃ、うん、本当の安定財源って何だと考えた時に国債以外にありえないですよね国債以外にありえない、うん、でこの話をするとですねあの必ず国債は借金じゃないかって言われるんですけどね、うん で、これ、あの、これ便利ですね。島倉さんが作った図だけど。これ日本の政府の債務残高について、超長期に見たもんですね。明治時代から見てるからね。はい、明治時代から比べると、実質の債務残高は、あの、物価の影響の変動を除いた、実質で546倍だから、2015年までに。500倍政府の債務が増えてますと。はい、なぜ破綻しないのと。で、名目だと、インフレの影響入っちゃうから、3740万倍。 なんかやっぱちょっと思ったけど、景気が良さそうな時ってこう急に。逆。それ逆。<ー>こうしてるから景気がいいんだよ。ああ、そっかそっか。それ逆。だって政府が支出してるってことでもそれが緩む,緩むと、緩むと、景気が悪くなると。それは当然ですよ、はい。政府の貨幣発行が足りないから。なんか面白い人がいて、はい、その名目で3740万倍、実質で546倍になってるって言ったらですね、それに反発して、いや、それはインフレの影響だろうとかって感て、反発してきた人がいて、あ <laughs> ほかと。<laughs> 実質の意味わかんねえんだと。 はい、実質設いうのはもちろん物価の上昇の影響を除いてるわけです、はい、だからこれこそ安定財源ですよ、うん、安定財源国債が安定財源ですよということなんですがここが何か理解してもらえないんですよね,ね、はい、でねそのこの安定財源問題も危ないですこれ絶対明らかに消費税増税の方に持っていこうとしてるから、はい、もう一つねその鈴木財務大臣が <laughs> とんでもない発言してですね私はひっくり返ってしまったんですけどねこの翌日ですねはい えっと、なんと <laughs>、鈴木財務大臣ですね。防衛省は自己改革と合理化をって言い出したんですよ。これよく <laughs>。で、これ、防衛省が、まあ、確か40数兆円。え、まあ、5年間で48兆円ぐらいは増やさなくちゃいけませんと。言ってんですね。はい。総額について、総額について。あ、だから、え、大体、え、毎年10兆円ぐらいは必要ですと。そうなんでしょ専門家が言ってんだから。 それに対して財務大臣が防衛省自身も自己改革と合理化に取り組み国民の理解と納得を得ることが大変重要だって言い出したんですよね。自己改革って何ですかいい質問です。日本で自己改革とか合理化って言った時には何を意味するでしょうか何をうん。一<の>個しかないんだわ。コストカットです。コストカットですコストカットです。え コスト増やしたいって,必要だって言ってるから、まずお前たちコストカットするのが、先じゃないのっていうふうに鈴木財務大臣というか、その後ろの財務省が言ってるわけですよ。すげえなと。はい、なぜかというと、もうすでに年間に3000件の共食い整備をしていて、で武器弾薬も1週間か2週間しか持たえないっていうぐらいですね、節約節約、切り詰め切り詰め。 で、耐震化、建物やっておりません。大東亜戦争期に作った建物、いまだに現役で使ってます。とかですね。はい、で、自衛官の処遇が低すぎるから、定員埋められません。っていうような自衛隊というに対してですね、いや、お前らコストカット足りねえんだよ。と言ってるわけですよ。うん、ほら、これを何て言うでしょうかね。もう狂気だね。はい、狂気としか呼びようがないわけなんですよ、うんはい。だからね、今までの行政関係の合理化とか改革っていうのは、 基本的にコストカットです。だからなんだろう企業だとね、そのコストカットが必要な時もありますよ。ということですよ。なぜかというと、あの、利益出さないと倒産しちゃうから、いずれ。でも政府って。そう。利益出す必要。ないんです。もともと NPO だから。かつ、自分の債務を増やす形で支出してしまって、それが貨幣供給になるんですよね。はい。はい。 だから、利益考える必要ないし、その貨幣の発行量、すなわち国債の発行量も本来気にする必要がない。必要な支出はすればいいという政府に対してですね、自衛隊に対して、合理化が必要でしょうとか、自己改革しろっていう形のコストカット要求をしてるんですよね。多分ね、あの、もう、多分我々わかんないけど、もう裏で防衛省と財務省とですね、 とてつもないつばぜり合いが起きてるんですよね。防衛省はもう必要なコストをこう積み上げてですね、このぐらいは最低必要だってことで、え5年間で48兆円だから、えー、毎年9兆円ぐらいですか。9兆円強いですね。まあ10兆円ですよ。ちょうど GDP の2%弱ぐらいですね。はい。そのぐらいは絶対に必要ですよと言ってるんですけども、財務省としてはですね、そんなこと許すわけねえだろうと。 まずお前たちが自己改革するのが先じゃねえのと、めちゃめちゃ切り詰めて3000件の共食い整備している軍隊に、あえて軍隊って言うけど、軍隊に対して言ってるわけなんですよ。それじゃまずいから、こうなってるのにそうですよ。そもそも、コストカしたコストカットとかやってたから、はい、共食い整備とかやらざるを得ない軍隊ですよ、はい、自衛隊っていうのは。うん、そこに、ね。結構今危機が迫っててまずいぞってなってるのに。にだから、要は一つは、防衛費は増やすのはしょうがないですね、と。でも安定的な財源が必要だよね。 消費,消費税だ。これが1個目ね。はい。2>, 2つ目は、防衛省はあの、最近非常に真面目。<laughs> まともってより真面目。まともはもともとまともだったんだろうけど、真面目に、こんだけ日本国守るには必要です。ということで、その予算積み上げた。ですよね。まあ、年9兆円から10兆円ぐらいは絶対必要ですよ。と。そんなこと絶対許さん。ということで、いや、その前に君たちがコストカットするのが先じゃないか。という形で、圧力かけてるわけなんです。 これ打開するにはどうしたらいいと思うどうどしたらいいと思った。<laughs> はい、<laughs> 政治ですよ、政治。政治政治家が決められるんですよ。うん、防衛省が48億円必要だって言ってるんだから、5年間で48億出せ。これで終わりですよ、うん、実際のところ。だって、前も話したけど、えー、こあの今年度に、えー、第2次補正予算の経済対策って、萩生田さんたちが起こっただけで4兆円増えたんだから、はいそんだけの話じゃないかと。うん、でこあの財源は超安定財源があるじゃないですか。国債<際>ですよ、と。 はい。で、これをちょっとね、面白いことに気がついたんだけどね。国債発行して支出するじゃないですか。するとね、その財政破綻論者とか緊縮財政発って、その借金は絶対税金で返済しなくちゃいけないんだっていうわけなんですよ。はい。それってさ、実は税が財源じゃないって認めてんの。どういうことですか、ね、だって国債発行して支出しちゃって、はい。その後税金でそれを返済するってことは、税金徴収して支出してるわけじゃないじゃん。ああ<ー>。でしょ確かに。でしょ <laughs> はい。わかりますはい。で、 だから国債発行して支出するっていうのは、彼らは税金を取らなくても支出ができるってことを認めてるんですよ。うーんそこの矛盾にも気づかない馬鹿だじゃないですか、あいつらっていうのは。はい。だから、いや、それは国債発行して支出したら、後で税金で返さなくちゃいけないんだと。いや、返さなきゃいいんだよね。うーん。<laughs> 返さなきゃいい。っていうか、あんたは税金が財源じゃないって認めてるじゃん。確かに。はい。 とということなんですよね、はいはい、ちなみにこのねアホなあいつらのレトリックに気が付いたのは日本で最初に気が付いたのは私だ <laughs> こいつのバカだねんろって国債で失職したら税金で返すとか言ってることは税が財源じゃないと認めてんじゃないかと、はい、そうですよそれで税金で返さなきゃいいだけでしょ、はい、だってこん,なにこ,んだけこんだけ積み上がってるんじゃないかとすでにしてとで何か問題ありましたかと問題があるとしたらそれはインフレですよねでも今のインフレってコストプッシュ型インフレ輸入物価インフレだから、はい、需要と関係ないんだからということです でね、今、あの、直近ね、コアコア CPI、食料、エネルギーを除くインフレ率って0.9%なんですよ。この状況でも。うん、要はエネルギーと食料が主役になっちゃってる。輸入物価だから。多分ね、これ、ちょっと円高になるとか、物価の上昇、あの輸入物価の上昇収まるとね、あっという間にデフレですよ。はいうん、確実に。というわけで、政府はデマンドプル型インフレ。 が、まあ、パ,パーぐらいで安定的に推移するまで財政を拡大しなくてはいけない。はい、別に金融緩和やめろって言ってないよ。という今、今、利上げとかしたらとんでもないことになるからやっちゃいけないんだけど、財政拡大しなくてはいけないと。はい、はい。それで、防衛費、防衛力強化という、まあ、非常に重要かつ、なんでしょう、もう、こいったなんだけど、なかなか否定しがい、はい。支出先があるわけですよね。はい、はい。そこで、安定財源である国債を使って支出すないじゃないかと。 あの、つなぎ国債の時は、つなぎ国債って覚えてるはい、覚えてる。もともとつなぎ国債だけど、あれって、まさに、税が財源じゃないこと認めてるのね。<laughs> だって、つなぎ国債を運営して支出資しちゃうんでしょはい。それを税金で後から埋めるっていうのを法律的に担保しますた話だから。あー確かに。ほらね、はい、みんなここなんか、あの、真面目に考えてないから、こう突っ込みどころがいっぱいあるんでしょ、うん、つなぎ国債って言ってるやつはま、まず税金、税は財源じゃないことを認めてる、ね。うん、はい。ちなみにここで言う財源っていうのは、財政支出の源です。はい、はい。源なんかいらないんだよね。源っていうか、源はキーボードだね。うん、はい。ということがですね、だんだんこう、あの、あからさまになってきたな、と思うわけなんですよ。はい、どうですかだから、 えもし、あなんか税は財源だって言ってる人が、だって国債発行したって財、あの税金で返さなくちゃいけないじゃないかって言ったとしたらですね、お前、税は財源じゃないって認めてんじゃないかと、調笑してあげてください。はい、なんとなく分かってるんでしょうね。まあ、要は分かってないと思う。分かって考えたことないと思うんですよ、はい。だから,、まあだからまあか、真面目に考えてないから、そういうなんか弱点だらけなんだけども、そういうのが突っ込まれなかったのがよくなかったね、はい。というわけでございまして、えー、鈴木財務大臣に申し上げますけれども、私はね、 確かに政府の合理化とか改革自己改革が必要な省庁はあると思うんだよそれはね防衛省じゃないよ財務省だろと財務省まず自己改革するそういうことになるお前らの給料10分の一にしたって全然構わねえよデフレ効果あるんだけど大した金額じゃないしとよりにもよって防衛省にさせるんじゃねえよとで財源は安定財源提供しようじゃないか国債だというのを申し訳ないと思いますね はい、財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。2021年に財務省のトップ、矢野浩二財務次官は、このままでは日本が財政破綻すると警告する矢野論文をですね、発表しました。しかし、実はこれは真っ赤な嘘なんです。実際、 財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨立て国債のデフォルトは考えられないと,というですね、ことを語っているわけです。しかし財務省のトップ矢野浩二事務次官をはじめまだ財政破綻論の嘘を広め日本を貶めるメディア政治家大学教授が後を絶ちません。そんな嘘を見破り 騙されないようにするための書籍がこちらですね財政破綻論の嘘この書籍を読んで日本の財政破綻論が嘘だということをパーフェクトに理解してくださいいつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたしますそして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね